蜂蜜いちごを持ちました。どうぞ。すごい匂いやで、もう香りがね、めちゃくちゃいい匂い。大きいですね、一個一個が、はい、すごいわ。ワンパック880円でございます。美味しそうでしょ。いただきます。うわー、美味しい。すごいでしょ、この糖度というか、甘さ、コク。出たような甘み。おいしい。出たような甘みでしょ。やばいこれ。結構あの、いろんな、ジェレーさんとかで、はい、すごいいいイチゴをいただくんですけど、はい、本当、なんか今まで食べたことない。VTR で結構変な匂いとか言ってましたけど、全く変な匂いとかしないでしょ。そうや、当たり前や。あれと同じ匂いしてたまるか。一切使わずやったら、機械とかは。一般的なイチゴは糖度は7から10度なんですけども、この蜂蜜イチゴは2倍の約15度の糖度。そうなんですよ。やっぱ手間暇かかってるんでね。みずみずしさ。ほぼ。ちゃんとその優しい酸味も。そうです。ちゃんと。甘いだけじゃなくて、コクとか酸味とかも全部計算した。まあ、こんなこと言ったらせこいと思われるかもしれないですけど、はい、さっきあのミモリンにカツオ1個取られたから返してほしかったんですけど、イチゴないいや、さっき僕1個あげたんですよ。食べるの早すぎる。物々交換としてはそうなんですよ。結構食うの早いんだ。もうなんだ。伝わりますよ、美味しいのが。うまいから美味しい。ありがとうございます。もうペロリです。イチゴを知り尽くしてるね。はい、うん、まあ、やっぱイチゴにこれだけで情熱すごいんですか。美味しい。ぜひ毎回一度ご賞味いただきたいと思います。以上、教えてすごでわかでした。ありがとうございました。続いては週末の